忙しいけど、かわいい、ありがとう、帰ってきたよ。ほな、まるさん、こんばんは。がちょっと1日ずれまして、明日17時から18時になってますんでね。風邪治った。おー、よかった。ななさいみーさん、こんばんは。免許取りました。 おめでとう。さあ次はバイクだ。だから来年には一緒にツーリング行けますね、これでな。本当辛かった。 PCR 検査は陰性。はい、おいざきさん、こんばんは。だから早くね、ちょっと前から言ってたもんね。基準変わるんだって。ギリギリ受けれた。へからだったので、だいたい2ヶ月ぐらい、まあ、普通って感じだよね。早い人だと1ヶ月で取っちゃうからね。打ち納め行きたい。はい、エリさんもこんばんは。なんか来るぞ。なんか来たぞ。なんかブンブン言ってるけど、左側、あれ信号は守るんだね、うん、今のままだと無症状患者、状態患者量産しちまうからね。と、久々にちゃんとお酒を飲んで若干疲れが、あら、これから一応忘年会的なズームをやろうかなと。ブン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 。男子は何をお考えですか。またか、五輪制の
スワイテクさんもこんばんは。スワイテクさん、スワイテクさん別にいるにはいるんだよな。今日これからよ、エイジよ、それはおかしくね。ツーストいいよ、ツースト銀行じゃないからね。ああ間違えた。あるよ。行くかな。そう、今のうちに行っといた方がいいよ。間違えるってレベルじゃねえぞ。ジグサー250にしようかなと。自回りファイテクだからそれもやめろよ。アプリリア、アプリリアね、面白いけどね。ジグサーってヤマハ。現行で通ストだと250で100ユキチ超えてっからな、ジグサーいいよねと。鈴木の揺れ、金目。移動中なのにミュートにします。はい、今日は何があるのやら。鈴木です。鈴木金。超軽くて扱いやすい系ですね。車も鈴木なので漏れなく鈴木に。あ、あれ鈴木だった。シーバス。あれ鈴木なの？俺エクストレイルかと思ってた。
で、ちょっと冒頭から何回か言ってますけどもね、足つきやばいんか、やばいな、軍拡の冬。生攻めがね、ちょっと今日時間間に合いそうだったんで、明日に変更になってますんでね、こっち行ってください。そしてこの後はズーム忘年会をちょっとやろうかなと思っておりますね。エアガン業界って売り切れになったら当分発注できないのかな、ものによるとは思いますけどね。まあ大体その次のロットがまだ未定なんで、予約発注というか予約もできないはずですよ大体は。誰かウラル買わないかな、サイドが一発だからね。サイドカー登録だから車免許で OK なんですけどね。それなんか年式によって違うんじゃないのか。今日マツダに行ってきました、がマツダの商用車すべてトヨタの OEM に。そうなの、カーブ90欲しい、カタログスペックで800ミリらしい。あー忙しい忙しい。いやもうこの後 MC カズがねビシッとやってくれるはずだから。生産体制による今の現行型のウラルです。800なら体重のある人なら大丈夫そう。体重がなくてもまあ800はまあちょっと高いかなぐらいか。ロシアの BMW のコピー800低い。まあ俺らだとね、普通になっちゃうね。それ以上高いバイクってあんま知っとこう。それ以上高いバイク810とか820ぐらいまでじゃないのかな。ファミリアバンも AD からプロポに変わったんだよね。もう300万前後じゃん。あ、ウラルね。安いとは言ってませんよプロボックス。これ京葉道でずっと無灯火のプロボックスが嫌だな。バカなんじゃないのこいつと思って。うらら250出たはず。外がニンニクが焼けるいい匂いで食べて。誰の牛か分かんないけど、もう牛食べに行って、いい匂いがしたんで来てみましたって。体重的には靴の先がギリ届くぐらい。まあ一応届けばね大丈夫、片足。ついでにマツダはミニバンもトヨタの OEM で売れればいいのに、マツダの社員は助かります。少し前はまだ100万円ぐらいだったような。バイクブースでなんとかなりましょう。報道再職者はプロポと AD が争ってるからね。 AR57 どこも見かけない。 AR57 すぐ思い浮かばない。シューズ履いてそれぐらいです。じゃあシークレットブーツだ。シークレットシューズ乗りづらいな絶対。足は届くかもしんねえけど、シフトチェンジがしづらいな。P90 マガジンが付けられる57。持ってますよ、パトさん。持ってますよ、って言ってるけど。プレマシーなんて続けなかったのか。なんで続けなかったの？単車の免許取って、マットモーターサイクルを買えばいいですよ。
本当かな。ライブトークを見ながらドンキホーテブーンって言ってる。売れないからサクシードのディーゼル欲しかった。車が車種売れないからドンキで何を食べる。どこのお店行っても売り切れ表示されてるから、まあないんだろうね。メーカーどこのだろう。S&T。 あー、ならまた作りそうっちゃ作りそうだけどね。去年買いましたが中古でした。人気ないから単発だったかもね。新品は見たことないです。まあ量があんまりないのかな。じゃあ、じゃあ買わないとメーカーは生産を続けられません。大放出した後だからね。寒い。今千葉は5度でございまして、で寒い。寒いね。UFC かな、わかんない。それで在庫でしたはずです。モアさん、おいしそう。UFC? UFC でした。 UFC じゃない、 UFC なんだね。今日ズームでも喋りまくられるんですか。はたくんいつもそんな喋ってないでしょ。残念ながら夜勤中です。あれ、オクタゴンで戦うやつじゃないですからね。たぶん身長小さいんだけど、いや会ったことあるでしょ。ロム線で開けなくはなさそう。身長まで覚えてねえって、いや見たことあるでしょ。今ズーム納めなんで皆さん来られるんでしょうね。ああ MC からこう煽りが今入りましたね。160です。ズームで喋らないスワイテックスさんって浦和さんのお知り合いです。そうね、 お客さんで昔からね、チャットも入ってる人ですね。はい、
いとこが主戦場は少し辛いですね。デメケン、はい、こんばんは。煽りには叶いませんとか言ってるけど、ちょっとわかんないなぁ、ですよね。まあ、大丈夫じゃない？なんか、まあ、シート、アンコの的なね、のもあるしね。体重でごまかすしか。親犬コンまだズームわからない。いや、くだらさんさん大丈夫だと思うけど、たまにすごい音出てる時ある。デバコファン主催なんで絡んでいただきましょう。丸うんこ抜き。なんかごちそうさまでしたみたいな。ジャーキー買おう。やらねえよ。サスペンションなら2センチぐらい下げることは可能。ジグサがどうなっていくかわかんないけど、軽いから教習車よりは楽なんじゃねえ。知らんけど、まあ、乗ったことないからね。乗ったところでね、やっぱね、身長と体重が全然違うからね、やっぱ感覚変わってくると思うんだよね。はい、グリさん、こんばんは。さあ、八千代市に入りました。よし、タイヤの空気抜きしましょう。運転気をつけるね。フライメーカーのやつはローダウンキット出てるよね。こういう系とかのいじりはいいのよ。あの丸いおじやだ。そこまではいいと、その先は嫌なんだと。そこまではいいのに、そこは嫌なんだと。ゆるいエンジンなんだらしいね。ちょっと全然調べたことないから分かんないけど、扁平下げるのもありだね、タイヤの。まあ、いろいろちょっとずつやれば乗りやすいようになるんじゃない？メーター狂わない？狂うんじゃない？外部ソースでプチコンでも可能なの。プチコン、リアサスは下げる予定です。外部ソース使わないからな。細いタイヤを引っ張りで履かせれば1センチは下がる。今みたいにかち上げハンドルはやめよう。あのバイクは尻上がりだからね。
計用エアブラシコンプレッサー、うん、まあ、やったことないから分かんない。バイクで引っ張り怖い。ソースソース、スズランエンさん、ソースで連想スズランエンとエイジこの野郎タイプソースはカール君なら持ってます。あ、カール君あったね、うん、漫才始めたん。伊藤沙莉ちゃんとハマってれば問題ない。伊藤沙莉ちゃん、あ、伊藤沙莉ちゃんとハマって今ひどつさえちゃんって誰だろうあでしょ、ジムカーナースペシャル先チョコ、あれ基本的に CO2 ガスを想定してるからね、動くだろうけどすぐ息切れすると思う。サーキットじゃよくやるて。エイとウラちゃんちゃんが煽るから。気温下がってきたの。漫才 B&B ホイールスラン、さあやったことないからね。バイク用があれば安心なのに。モブさんバーベキュー、 B&B じゃなくてバーベキュー、もみじまんじゅう、ビドロックあるよ、 ビードロックあるよ、ラジアルみたいです。すらないよ、ストリートギャングみたいな無茶な引っ張りはしないから。え、なんかすっげえ気温下がってきて2度になっちゃった。バイクもどんどんに人化してきてる。やだやだ、車とつがって姉、もあるんだ。タイヤ自体のプロファイルがあるから多少引っ張っても問題ない。4気筒なんて低排気量じゃ効率悪いんですよきっと。だけどカズさんの1日3食の内容ですよね。車なら 10.5 に185なんてバカな無茶しても大丈夫なんだけどね。
は大変なことじゃないですか。昔はローシャン入ってた。バカ音楽を切り替えて。さあ今日は生デメでちょっと時間間に合わそうになかったんで、明日にちょっと変更になってますんでご了承ください。そしてこの後はズーム口じゃねえな。ズーム忘年会、2020ゆく年来る年やっていきたいと思います。参加される方ね、ぜひご準備して、少々お待ちください。30分ぐらいで多分始められると思うんだけどね。とか言ってくれます。キャンプと車の話題で朝まで。ズンズンズン。21時55分。あと10分早い。明日17時回ですか。明日17時回となっております。おでめさんがイベントなんで、あの早上がりしちゃうんで。皆さんズームお楽しみください。なんのこっちゃよくわかん、ちょっと遅れます。了解。前はあと30分後ぐらいだから、多分俺も今ちょっとコンビニで少し買ってから事務所に戻ります。ね、Twitter とか Facebook とかで一応部屋ね、リンク貼っときますんで、ぜひちょっとそちらから入ってみてください。もう多分もうスマホもなくした。そんなわけない。今何で見てんの。イベント。明日は5時、いや17時、17時から18時の予定でございます。できないな、残念だな。もう何のことやら全くわからないね。マツダ社が27インチのゲーミングモニター買ったんですけど、こう使いアクティブマツダ、ゲームは24インチがベストですね。あー、まあ好みだよね。でもまあそのぐらいが、27ぐらいはまだいけんじゃない。24ぐらいでちょうど、まあ視覚がね、どうしてもあのガーズが高くて丸く見えてる人だったらね、視野が広かったらね、また別なんでしょうけどね。あえて何も言わないよカズさんって、もう何のこっちゃ全く意味わかんないもんね。はい、ということでね、今日はゲーム配信ではなくズーム忘年会ちょっとねやっていきたいと思いますので、ぜひご参加ください。Twitter、Facebook 等でちょっと告知はしておきます。分かってくれてありがとう。明日は生デメ17時回となってます。すいませんね、ちょっと変更になっちゃって。魚眼メガネでないかな。もう分かったからさっさと。いじってくなぁ。はい、ということでこの後多分、10時半ぐらいになっちゃうから、一応10時半目標でいきたいと思います。ということでまた後ほどか、また明日お会いしたいと思います。いじってめえこの野郎、ホスト PC は中の人ということで、また後ほどかまた明日、バイバイ。